なんか中で見るとやっぱ外の自然光は全然違うわ。申し訳ない。あれこれも？あ、これも。あ、9や。あ、まだ。1、2。あ、めっちゃ軽いわ。燃えにくいんですか？燃える。それは燃える、さすがに。それはさすがに。うわ、すごい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、税込みで。はいはいはい。ジャギーン。よかったね。買っちゃいました。はい、タクゾーです。いよいよ最近は寒くなっててですね、ロンT1枚でちょっと寒いので、このままじゃ冬を過ごせないということで、ちょっと困ってるんですよね。なので、今日はちょっとダウンジャケットのいいお店なんかないかななんて思いながらですね、大阪の堀江をブラブラと歩いてるわけなんです。そしたらまあこの時間はですね、まだどこの店も開いてなくて、やっぱり開いてないんかと思いながら歩いてはいてるんですけど、なんかどっかいい店開いてないかな、この辺に。なんか国産のダウンジャケットのお店なんかないかなと思ったら、お、こんなとこに良さそうなお店がありますね。お、ナンガって書いてるけど、なんかこう外から見てたらダウンっぽいのがあるので、まあ一回入ってみますか。お邪魔します。お、やっぱりダウンがいっぱいありましたね。寝袋から始まって、そしてダウンジャケット、おはようございます。ダウンジャケットもいっぱいあるし、すげえな。すごいね、うん、びっしりダウンジャケットがある。へえ。もう早速なんですけど、はい、オーロラテックス、はい、ちょっと着用してもいいですか？あ、もう全然もちろん。ありがとうございます。一応、はいはい、こちらがまあメンズのラインになって、はい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 、でこれがまあおっしゃってるオーロラテックス、はいはいはい、ダウンジャケット、ナンガ自体のフラッグシップの、うんうんうん、一番定番のやつですね。定番ですね、うんうん、はい。あ、これじゃあ下はレディースですか？下はレディースで、あとこっちがフードなし、スタンドカラー。今年から出たんですね、確か。なるほど、やっぱじゃあフードありの方がいいですかね。はい。で、僕サイズどれぐらいですかね？サイズはラージぐらいかなとは思ってるんですけど。生地もリップストップナイロンでって感じなんですね。そうですね、一応ナンガ自体が作ってローラーテックスっていう、はいはいはい、素材なんで、防水、撥水、透湿、素材。ゴアみたいな感じなんですね。そうですね、はい、あ、すいません、ありがとうございます。あ、ほんまや、サイズは L ですね。こんな感じ。軽いわ。軽い、うん、これどれぐらいなんですか？何グラムぐらいとかってあるんですか？メーカー表記で。メーカー表記で600とぐらいなんですかね。結構皆さん着ていただいて、うん、タグっていう言いますよね、おっしゃっていただいて、すごくそれでご利用いただいてるんですけど、だいたいそうですね、670グラムぐらいの。ああ、ヌプーシで900、ヌプーシはバルトロで900がね、うん、だからそれ考えたら600何倍ってめっちゃ軽くない？めっちゃ軽いね、うん、軽いな、確かに。へー、お、大丈夫ですか？それぐらい品がいっぱいあるという、雪崩が起きるぐらいいっぱいあるんだよという。これからシーズンなんで、ね、ちょうど始まったところですもんね。そうなんですよ。これちょっと一回上まで締めてみます、はい、うーん、男臭くていいね。あ、なんか色もな、この 1,2,3,4,5 5色か、5色展開、ブラックレッド、コヨーテ、ブルー、カーキ。あー、コヨーテ、カーキらへんかっこいいですね、うん、人気ですね。ね、合わせやそうですもんね、はい。あ、すいません、ありがとうございます。ほな、一回じゃあコヨーテもちょっと着させてもらおうか、はい。レッドもね、色味めっちゃ綺麗やなと思うんですけど、はい、なかなか難しそうですね、僕合わせるの。今年結構でも人気なんですよ。あ、そうなんや、はい、レッドが。なんか去年ね、確かイエローかなんかありませんでした？あ、ご存知ですよね。おっしゃる通り、はい。あ、なんか派手な色も作りはんねんなっていう印象があって、まあ、黒パンとかに合わせやすいな。かっこいいね、うんうん、色違うだけでもやっぱ雰囲気だいぶ違うな。うん、こっちのさ、自然光のほうが、あ、こっちのほうがいい。あ、そうね。外出て一回見てもらったらいいんですか？いいですよ、もちろん。ありがとうございます、すいません。どう？あ、色ちゃうな、確かに、うん、色のと、ちょっとオレンジがかと、ちょっと待ってね。あ、こっちのほうが。なんか中で見るとやっぱ外の自然光は全然違うわ、うん、もっとこの濃い色なんかなと、意外と薄めの上品な感じやねんな、色味が。そうね、うんうんうん、綺麗な色。
俺らが特に好きな感じのベージュ系の色やね。あ、でカーキもあるんですね。ちょっとカーキも外で見てみてもいいですか、はい、すいません。これダウン以下持ってみる、めっちゃ軽いから。そう、うん、布団だね、うん、めっちゃ軽いね。から、ね、はい、あ、そうですね。あ、いい色、これもちょっと待ってね、こっちも軽かな。ちょっとミリタリーっぽい感じになるのかな、うん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 、あのそれこそさ、エクワックス系の色味なんかもしれない。あ、ミリタリーな感じの。あ、そうかもね。腕ちょっとよろしいですかね。はいはいはい。アップすぎて分かんないかな。サイズも L やしな、絶対俺は、うんうんうん、そうね。どう？いいじゃんいいじゃん、かっこいいじゃん。いいね、いいね。すいません、外で見たらだいぶ分かりました、色味が。ちょっとあの照明がオレンジやから。そうなんです、黄色助長する色になってる。ああああ、なるほど。へー、なんか思ってるよりあれですね、コヨーテが薄めの色なんですね、上品な感じの。そうですね。いや、これいいっすね、やっぱり。次、なんか焚き火、焚き火ダウンジャケット、いいですか。はい、一応こちらが並んでるんが、はい、焚き火ダウンジャケットになりますね。焚き火ダウンジャケットって言って、あの何年素材になってます。燃えへんね、はい、へー、火突っ込めるってこと、まあ、火の粉とかが降り注いでも、大体こっちだったらナイロンなんであるんですけど、うんうん、こちらはもうアクニックっていう素材になってます。ナイロンとアラミド繊維っていうケブラを配合した、はい、生地になってます。これってちなみにね、ほんまにそのキャンプしてる火とかに突っ込んだりしても燃えにくいんですか。燃える、それは燃える、さすがに。それはさすがに防火服じゃないんで。ああ、なるほどなるほど。でもまあ火の粉パンパン飛んできたり、タバコの火の粉パンってつくぐらいだったら全然大丈夫です。へ、あ、しっかり中もちゃんとリブついたんねんな。すいません、じゃあちょっとこれも着てみていいですか。一回ラージちょっと規格大きいんですかね、これは。大きいですよ。ああ、やっぱそうだね。見る感じもちょっとそうですもんね、ちょっと大きめな感じだし、うん、向こうとかに寝袋か、あれは。そうですね、寝袋。へえ、かわいいね、なんか色こうやってポン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 あると。あ、すいません、ありがとうございます。あ、大きいな、確かに。ゆったりした感じの。これでもキャンプとかやりはる人とかやったら冬場とかめちゃくちゃいいでしょうね。そうですね。で、こういうポケットとかも工具とかなんか引っ掛けたりとかするんですかね、やっぱ。ポケットが大小9つ。すごい、ドラえもんやん。あ、後ろすごいついてるよ。嘘。あ、え、横横、ここしか分からへん、うん、あ、これもか。そうですね。これ何入れるんですか。もうグローブとか。ああ、はい、まさに本当に街中で使用されてる方も結構。ああ、冬場になったら。あ、そうかそうか、そうか、カバンやるか。男の人結構カバン持つ嫌がりますもんね。僕もそうですけど。あ、内側もある。これは何や、これはサイドベンツになってるんですか。サイドベンツ、ね、あ、なるほど。なんかこう動く時とか、はいはいはい、キャンプしてる人やったらこれ閉めて座ったりしても、うんうん、ここがあるからきつくないみたいな。ついてきてます。へー、まあ、ここまで考えられてるっていうのがやっぱりキャンプとかをメインにして考えてんやろな。うーん、へー、9個、全然俺9個見つけれてないんだけど、どこにあるんやろ9個は。はい、いいですか。楽しそうだね。1つ、はいはいはい、2つ、3つ、4つ、5つで、と6つ。あ、そこにもあんねや。7つ。あれ、どこや。天井さんも分からなくなった。でも左右非対称であるから分からなくなんねや。そうですね、ごめんなさい。ねえ、おそらく結構あるんですね。入ってきたばっかりなんで。はい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 、ちゃんと確認。あ、そうだから1、2、3、3で、これで3つ、で、こっちで一緒の6個。はいはいはい。で、7。さっき言ったな。いや、あれですわ、あれですわ、わかりました。どうですか。ね、1でしょ、うん、で、2でしょ、で、3でしょ、で、4でしょ、で、5、6、7、8。あと1個ここじゃあね、これサイドベンツやね。あ、そうなんだ。あれ8個やったっけ。申し訳ない。あれ、これも、あ、これも、あ、9や。あ、まだ、1、2、3、4、
1,2,3,4 でなんですね、はい、で1個。あーなるほどなるほど、ありがとうございます。無事解決した、無事解決した。めっちゃ9個でよかった。9個ある。なるほどなるほど。ほな釣りする人とかもいいかもしれないですよね。いいかもしれないです。あただ、撥水がない。撥水はかかってます。かかってるんですね。プラス中の羽毛が超撥水、はい、あ超撥水。なるほど、濡れてもいいんですね。こんなウルトラドライダウンっていうすごく撥水する素材の羽毛を使ってるんで、染みても中で羽毛が水を弾くんで。なるほど。だから羽毛がベチャッとなることはまずない。もう天然のダウンの欠点ですもんね。ペチャンってなっちゃったら終わりですもんね。それを弾くようにするからペタンとならんね。意味わかる、うん、ちょっとよくわかんないけど。いいね。そっか。でも他のメーカーやったら人工のダウン作んねん、そのために、うん、濡れてもいいようにな、うんうん、けど天然のダウンであえてその撥水水を弾くようにしてるから、うん、コーティングしてるってこと。まあまあ言うたらそうだから、こうペチャンってなりにくいね、うん、それが欠点やねんけど、ダウンがそこまで考え、それはこれだけ焚き火シリーズについてるんですね。そうですね、はい、であとはもうシュラフについてる。なるほどなるほど。そうか、もともとシラフやからそれを応用したってことなんですね、はい、へーすげえな。そうなんや。こちらもお色が、はいはい、今のこれがコヨーテっていうお色です。あ、これがコヨーテなの。はい、先ほどちょっと違うんですけど、ね、はい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 。でこカーキっぽいですもんね、ちょっとね、色味。そうですね。でコヨーテベージュ、うん、で、ブラックチャコールっていう、まあブラック、うんうんうん、でこのお色が直営店だけでちょっと展開してる、はい、ダークブラウンっていう。へえ。ちょっと色違うの。うんうんうん。結構多いブラウン。ああ紐とかはブラウンのは分かるけども、生地が外。あ外なんや。外に持ってったらいいです。はい、はい、全然全然。一回持ってて比べてみてください。あ全然違う。でこっちがブラウンで、うん、なんか直営店限定って言うだけど、でこれが何やったっけな。ブラック。じゃあチャコールや。あチャコール、うん、まあ、黒に近いのこれは、うん、グレーやけど、へえ。これってね、例えばお客さんとか買いに来た時もなんか色とかってこう外で説明したりするんですか、やっぱり。あやっぱり。これは特に色見た方がいいですもん ね実際。でこれが直営限定のダークブラウン。ほんで気になってるのが、はい、なんか今年から出るって言ってる、はい、オーロラなんとかライトでしたっけ。オーロラライトダウンジャケットっていうのがね今年から出てるんで、ご存知でいらっしゃいます。いやいやいや、一応こちらなんです。でオーロラライトダウンジャケットをフード付きとスタンドカラーと2種類。あなるほどなるほど、はい、これちなみに何が違うんですか。あのオーロラライトダウンジャケットはちょっとこちらに来てもらえますか。はいはい。これがシュラフなんですけど、はい、これがオーロラっていうシュラフになります。はいはいはい、はい、これがオーロラライトっていうシュラフで、はいはいはい、でオーロラから進化して軽い素材にしてます。なるほどなるほど。20デニールの、あ薄いですね、はいはい、確かに、はい、なんで結構軽量になってますね。なるほどなるほど、はい、ほなオーロラライトっていうと軽いっていうのが一番の。そうです。あ、で、あと中に入ってるものもこんなんやかね、ちょっと違うんで。へー。オーロラ自体が一応大体皆さんよくご存知のフィルパワー、はい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 、あれが760フィルパワーっていう、まあ、それがめちゃくちゃ高いですよね。オーロラライト860フィルパワーっていう力のものが、ね、国内でもほんまトップクラスですよね。そうです。へー、すげーです、はい、ありがとうございます。ちょっと一回じゃあライト着てみます、はいはい。このやっぱ軽さなんですね、そこは一番のところは。で保温力ももちろん高いしっていうところで、なんか雑誌で見たんですよねこれ、金のやつを。あ出てますよね雑誌で、はいはい、あすいません。あめっちゃ軽いわ。これ表地40デニールです。あ40で、中のこちらの生地が10デニールっていう薄いライトを使ってるんで、うんうん、出てこないんですか。大丈夫です。羽毛の膨らみをすごく感じ、直接感じていただけるように。まあでも中もちゃんとリップストップなんですね、そういうとこも考えられて。めちゃくちゃ軽いで、これこそ合計で500ぐらいになってくるんちゃうんですか、このジャケットやったら。 重量ですよね、はい、これが何もでしたっけ。670g。 50g 違うだけでも結構抑えますね。羽毛量がこっちが 150g で、はい、180g で、あダウンの量多いのにそれでも軽いっていう、はい、で中もちゃんとフリース使われてるしみたいな。 あと一つの特徴が上までパスの
ここに電池レンジを入れてるんで、ちょっとこっから熱気を。ああ、なるほどなるほど、はい、あ、ほんまやな。フィッシュみたいな。うんうん、要はその蒸れるやん、はいはい、蒸れた時にさ、あのここの熱逃がすのってさ、このまあこんだけ開けたらもちろんもう開けてあっていいけど、ちょっとだけとかにしといたらここから風が入ってきて熱を逃がしたりとかできるから、体温調節できる。優しいね、うん、優しいかどうか分からんけど。これ持ってみ、めっちゃくちゃ軽いから。めっちゃ軽いね。まあ俺のチャンネル見てくれてる人やったら分かるかもしれんけど、あのノースのマウンテンダウンあるやん、うん、それの3分の1とか半分ぐらいの重さ。ちなみに 600g は玉ねぎ3つ分だって。分からんな。軽っ。めっちゃ軽いやろ。あ、めっちゃ軽い。ふわふわ、うん、ふわふわ飛んでっちゃいそうだね。うちにあるダウンジャケットの中でも多分一番軽いんちゃうかな。めっちゃ軽い。着た感じくらいちゃうもん。軽いな。ちょっと軽い、うん、軽いやろ。軽い。進化版みたいな感じになってくるんですよね。はい、おっしゃる通り。やっぱりちょっとずつアップグレードしてますもんね。ベンチレーションあったりとか、なんかフリースついてよかったりとか。めっちゃ軽いもんな。値段的にはどんなもんなんですか。はい、オーロラダウンジャケットが4万円の消費税 で、はい、消費税。オーロラライトが、はいはいはい、名前がライトなんですけど、うんうん、ライトじゃない値段が。値段は6万8000円の消費税。あ、なるほど。ほんで 1.5 倍ぐらい違うんです ね。 そうですね。800フィルファー使うって言ったらかなりアウトドアメーカーでもないですもんね。で、あのグースダウン使わせていただいて、ダックじゃなくて、はい、なるほど。やっぱりそれだけちょっと保温力のある、はい、分かる。何言ってるか分かんない。羽毛でな、うん、ダックとグースっていうのがあって、うん、その体の大きさが違うわけよ、うん、全然。ダックって言ったら何でしたっけ、アヒルで、グースがガチョウやね、うん、ほんならその体大きい方がさ、うん、まあこの羽毛が多いやん、うん、だけどダックって言ったらだからちょっと安いね、うん、だけどグースって言ったら体大きいからその分保温力のある毛があるからそれを入れてるっていうこと、うん、で同じ800フィルパーでも違うね、うん、ダックよりもグースの800の方がもうそれは保温力が高い。じゃあ体グースもグースってこと？やけどあれダックやね。なんだそれ。体ダックにしたらいいやん。あれも実はダックやね。カナダの国産のダックを使ってるね。なんだそれ。それは俺に言わんといてくれ。そうなんや。まあ分かる人からしたら刺さってるでしょうね今のね。めちゃくちゃ800台でしかもグース使っててみたいな、うん、しかもダウンの量がな、うん、多いからな、うん、もう膨らんでるのがな分かる。見た感じで分からんかもしれんけど、うん、着てる感じのダウンの多さで言うたらバルトロぐらいはあるかな。パンパンな感じ。これ軽いわ。ちょっともう一回最初のやつに戻ってみてもいいですか。はい、はい、全然、はい、こちら、はいはい、ちょっといっちゃんいいとこからこっちに行っちゃうからね。よくね、ナンガさんって、はい、なんかアーバンリサーチとのコラボとかもやったり、はい、いろんなとことコラボやってるじゃないですか、はいはい、やっぱ若干形違うもんなんですね。やっぱりそれなりにそのコラボさせていただいてるメーカーさんのデザイナーともよく登録されるので、うん、あ、なるほどなるほど。デザインがちょっと変わってきます。生地とかも若干違う。いや、生地はオーラテックス使わせていただいてる部分もあれば、焚き火を使わせている部分もあれば、あ、はい、まあ基本的には物素材とか自体は南賀さんのやつやけどデザインがちょっとセレクト寄りになってる。まあこれでもめちゃくちゃ軽いねんけどな。うーん、やけどそれはさっきの方がよりこう、さっきも店さん言ってあったけど、うん、ダウンの量を感じる。やっぱこの内っ側がもう膨らんできてるの分かんねん、そっちの方が。ああ、その色いいね。ああ、もうダックとかグースの話忘れたろ。ダックがアヒルでグースがダチョウで、そう、どっちの方がいいやったっけ。グースの方がいい。ああ、そうそうそう。一般的にはな。もちろんダックの方がいいっていう人もおるやろうけど、うん、これ色上品ですよねこの色味、うん、こっちで言うたらないんか。ただ、まあ、これがコヨーテっていうオーロラのお色で、はいはいはい、こっちがオーロラライトの、まあ、コヨーテ。やっぱりあの素材がちょっと違うのと。そっかそっか、はい、ここでもコヨーテなかった。あるよ、あ、それそれ、はい、うん、だからコヨーテって言っても実は違うね、一個一個素材が違うからですよね。これは4色展開、コヨーテ、ブラック、カーキ、ダークネイビー。あ、ダークネイビー、はい、結構ダーク系が好きなんですね。こっちもダークブラウンやったし。そうですね、今年はちょっとダーク推しですね。へー、どうよ、
やその色一番いいんじゃないなあ。俺最初赤もありなんかなとかって思ったりもしてて、いや君の髪色で赤なんてもうあかんな、あかんよ。確かに大人の店長さんとか赤着はんのやったら、うん、そう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 、かっこいいけど、ね、赤もでも本当人気ですね。ああそうなんで、ちょっともう今品薄、ああね、少なくなってますもんね。ちょっとね、一回ちょっと着てもらってもいいですか。旗から見た感じどんな感じかちょっと見てみたくて。これとライトの方、はい、店長さんって身長おいくつですか。僕ね170ぐらいなんで、はい、M だいたい皆さん170の方は M 着られるんですけど、はいはい、なんか僕めちゃめちゃかっこいいやん。かっこいいめちゃめちゃかっこいい。あ、それで S ですか。これで S。 へー、あ、ほんまにこう中ロンティーだけやったらジャストに着るのこれですね。そうですね、ジャストに着ていただいた方がやっぱりあったかい、保温力が、うん、かっこいい、めちゃくちゃかっこいいやん、うん、あ、ほんの170でも細身の人やったら S かなっていう感じですかね。やっぱりそれなりにご自身いろいろ体型がね、ありますんで。なんか全然話変わるんですけど、あのキャンプとかやってはるんですか。アウトドアとかスポーツとかさせていただいて。だからスタイルいいんですね。いや、そんなことでございません。へ、あ、S か、めちゃくちゃかっこいいな。こう見たら黒もかっこよくなってくるな、うん、でも自分先着てあんまやったからあれやけど。これがオーロラダウンですね。オーロラダウンジャケット、はい、はい、で次がオーロラライト、はい、ライトもじゃあ S って感じなんですかね。そうですね、実は僕まだ着たことないんです。あ、そうなんだ。へ、なんかの店員さんも着たことないという先に僕が来ちゃったんですけど、入荷したばっかりなんで。あ、うわすごい。すごい、でふわふわ感がすごい伝わってくる。めっちゃ軽いですですね。すごい。逆にそれ知らんと言ってたよさっきまで。もうパンパンですもんね。パンパンですね、うん、パンパン。やっぱり中のダウンのこの膨らみが、あ、いやもうここがすごいですもんね。うん、すごいパンパン。これは熱い。へえ。でも何着てもやっぱかっこいいね。かっこいい。うん、いやー、こうやって旗から見たらこういう風な感じなんですね。あ、ベンチルーションはここまでなんですね。そうそう。あ、なるほどなるほど。実際ここまでしかいらんすもんね。で、メンズはここが二重になってるんですよ。あ、リュックとか背負うときに。そうですそうです。なるほどなるほど。はい、あ、ほんまに。ちょっと色がこう。うんうんうん。若干ですね。あ、本当だ。若干いいのかでも分かる。ここそう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 、二重になってるから。なるほど。極限まで薄く生地しといて、で補強いる部分はしていくみたいな感じなんですね。なんでこんな着こなせんやろ。職人さんだし。そうか。ああ、いいです。ありがとうございます。そんな高いんだったね。もう冬場とかやったらロンティーでそれだけでいけますよね。真冬やったら。大阪市内は多分それでも暑い。ああ、前開けてでもいいぐらいですもんね。あの、オーロラでも結構皆さんあったかいとおっしゃっていただいてるんで、これって防水もあったんでしたっけ。これも防水撥水。あ、あの、もちろん。いやー、どうでしたか、オーロラライト。いい。いや、出ちゃいますもんね。もうほんまバルトロ着てる感じよな。へえ。ねえ、一回ちょっと袖両方通してみ、いいですか。通しても。レディースもございます。あ、レディースもあんねん、はい、ビビるで。そうなの、うん、バルトよりこっちの方がいいってなっちゃうかな。いや、そうかもしれない。あ、すみません。やっぱりあのお客様のサイズが超ふわふわよ。めっちゃ軽いやろ。めっちゃ軽い、めっちゃ軽い。へー、これで S っていうか大人の女性みたいだね、うん、これ上品だね、すごい、うん、ちょっと一回外で見てみてもいいですか。色、はい、この色味だけまだ見てないから外で。そうなの、横向いた方がいい。ああ、なるほどなるほど。確かにゴールドっぽい感じかもな、うん、玉ねぎみたいな。いや、もうちょっと待って、はい、ダウン入ってんの薄く見えるわこれ。そう、うん、白いのが外につけて、うん、すごい、すげえな。めっちゃなんか外で見るとまた綺麗な色だね、うん、めちゃくちゃ軽いよな。めっちゃ軽い、めちゃくちゃ軽いよ。めっちゃ軽い、これめっちゃ軽い。そらほんまやったらな、そらそっちの最上級の方行きたいところの気持ちは山々やけどさ、うん、やっぱりあのお値段の方が、ね、お値段の方が君のね、クリスマスのね、あれなんで、こちらで、はい、すみません、お願いします。はい、ありがとうございます。 L サイズで、L サイズ、はい、はい、もうびっしりかかってるもんだ、多分ジャケット、うん、すごいダウン、
パン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 。ダウンジャケットってね、デニーさん、はい、冬場とかになってもまあまあまだあるもんなんですか？いえいえ、なくなる、やっぱり人気のあるホイール、人気のあるサイズ、うん、やっぱり品薄にはなってきますね。あ、やっぱそうなんや。なんでやっぱり寒くなったら皆さんそれで購買意欲が湧いてきていらっしゃるんですけれども、まあまあ、もう早い方は9月の段階でご予約いただいて、まあまあ人気ですもんね。ほんじゃあもう定番やからあんまセールとかにもならんって感じなんですか？ナンガ自体がセールは一切そうなんや。ほんならもう早いうちに買わんとサイズも色もないですもんね。そうですね。ナンガって初めて入ったな。でも、すごい、ね、シュラフとかもあったかいんやろな。そう、靴のまま入っていいの？ああ、これ上がっても大丈夫ですか？あ、でもどうぞ。あ、すみません。このキャラクターは何なんだやろ。それはナンガのキャラクターでガーシー。へえ、はい、ナンガの本社が滋賀県の米原にあって、はいはいはい、で滋賀じゃないですか。はいはいはい、滋賀を逆に言ってガーシー、はい、はい、ありがとうございます。え、これってこれがこれってこと？そうです。あ、へえ、これ広げたらそれなんね。え、超ちっちゃくない？ちっちゃいよ。すごっ、そんなちっちゃくなんの？ね、そうか、それがこれ結構やっぱりずっと釣ってるんで空気含んでるんで、あ、膨らんでるんで、これもパッと広げたらまたちょっと置いといたらなりますもんね。別に段が減るわけじゃないから。すごっ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ税込みで、はいはいはい、すみません、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。また来させてもらいます、はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます、すみません、ありがとうございます。ジャギーン、よかったね、買っちゃいました。いい色だったね。実際着てみたらいろいろやっぱちゃうかったな、思ってる感じと、うん、ということになってるので、まあ、無事購入したということになってまして、この続きはというといつも通りですね、レビュー動画でお会いしましょうということになってますので、では皆さんさようなら。あ、もっと始めた、ちょっと、はい、さようなら。いい？カヌレ堂行きましょう。行きましょう。こっちがシャトー、ジャスパーでシャトーって感じです。こっちがシャトーで、だいぶあったかいな。そうですね。ね。なんでそんな知ってるの？ちょっと僕そうやって見たらやっぱ似合ってへんかったから、それやめときます。海外。あ、正解。50% の確率だったな。適当に言った。当てた。そうない。めちゃくちゃいいやんこれ。これ須田まさきも着てたんですよね。着てます着てます着てます。ぽいと思った。ミーハーやから。ありがとうございます。はい、こちらが14万なんで。はい、無事購入しました。またこれで。